今回は誰かに話したくなるプロレスに関する最強雑学小ネタをご紹介いたします。アントニオ猪木は中学時代陸上部に入部し、砲丸投げにのめり込み毎日練習していたが、中学2年の時ブラジルに移住し、過酷な労働の毎日で砲丸投げの練習を行えなかったが、肉体労働で作られた強靭な肉体のおかげで久しぶりに砲丸を投げたら、練習していた時の倍以上の飛距離を投げ、急遽大会に出場して優勝したことがある。藤波辰巳は中学3年の進路相談の時、担任の教師にプロレスラーになりたいと思い切って言ってみたが、お前みたいにちょろっとしたやつがプロレスラーになれるわけがないと一蹴されたことがある。天竜は今までで一番効いた技は何ですかと聞かれ、そうだな、ダブルAR時代にスポンサー契約を切られたことが一番効いたかなと答えたことがある。橋本真也は選手会長をやっていた時、前年に選手会長をしていた長野が積み立てた1000万円をほぼ使い込んでしまったことがある。安城はグレイシー道場破り事件の翌日、プロモーションの仕事がイギリスであったため、しぶしぶイギリスへ行ったが、プロモーションの内容が子供向け番組への出演だったため、ボコボコに腫れ上がった安城の顔面を見た子供たちはみんなビビってたじろいでいたことがある。ミスターポーゴはイベントの告知で、こんなイベント俺様がぶっ潰してやると宣言したが、当日はイベント開始2時間前には会場入りをして、打ち合わせに参加をして万全の体制でイベントに参加したことがある。